さて、どこから紹介をかけてやろうか。やちごゆかり、のぞき見とは相も変わらず趣味が悪い。ふう。どうやら、本丸が現れたようね。なぜこのタイミングかはわからないけど。アランス牽制でこちら側が大惨事よ。あんまり敵の近くに隙間開かないでよね。向こうからも通れるってことなんだから。そんなヘマはしないわよ。あんなヘマをきっかけにずっと入院してた人に言われてもね。あれは私何にも悪くないわ。誰かの陰謀よ。まあ、ヤクモさんの索敵のおかげで速やかに対処できますね。行きますか。まだ本調子ではないのですが。もし一輪の影でも来たら難なく倒せそうなくらいには調子戻ってますね。ふふ。あなたはここで寝ているのがいいでしょう。中途半端な体力で一緒に来られても迷惑です。中途半端かどうか、試してみます。まあまあ姉さん。うちは揉めをしている時ではないですから。もう復活したんですか。もしかしてレベル上がった？あなた。奴が出てきた途端に力が垂れ流しになってますよ。その力、制御しきれますか？お見通し、ですか？いえ、何も見えないです。あいつには何が見えてるんだ？病気？いや一応真面目なパートなんだが、見聞色的な。またよその力ね。へえ、すごいな。耳がいいとそんなこともできるんだな。やっぱ病気じゃん。まあ人間のあなたからしたらそう見えるかもね。あなたはもしもの時のためにここの守りってことでいいのでは。ここに何者かが現れないとも限らないし。ふう、仕方ないですね。では霊夢を守る姉さんをこの私が守ってみせましょう。ならば霊夢殿を守る逆然殿を守る一輪をこの我が守ってみせようぞ。もうよくわからないのでその辺でやめません。なら私がみんなの病院食を死守してあげる。何も守る気ないじゃん。食料全滅するからやめて。冗談はその辺にして。そうね。総員第一種戦闘配置よ。私らいつから軍人に？霊戦がいるからその影響かしらね。へえ、あいつにそんな存在感あったんだな。驚きの連続だ。ひどい。お待ちなさい。唐突にエイリンさんが総指揮を取られるのはいささか公平性に欠けますね。ここはカリスマである私の指揮のもとこと進めましょう。あなたの指示に従うなどありえません。ここは前線に出る者より後方でどっしり構えられる私の指揮が最適です。それだったらここ永遠帝内部なんだし私の指揮に従うのが筋なのでは？では中間を取ってどこにも属さない野良の私が指示を出すというのが公平かと。どの辺が中間なんですか？野良ほど信用できない者はそうはいません。勝手に突って秒で箱になるのがオチよ。今すぐ全国の野良と私に謝りなさい。そんなのはごくごく一部の気概か初心者さんだけよ。公平というのは時として悪になるのよ。食料の分配のためにも私が上に立つべきだと思うの。いやだからここ永遠で、食料もうちのものなんだからね。誰も食料や領土の話はしていません。早くしないと敵に先手を取られてしまいますよ。そう思うならおとなしく私の指示に従いなさい。豊里耳の巫女、まずはあなたがワントップで大暴れなさい。他の者は次の指示を考えるまで命大事にで。私の命も大事にしてくれません。結果さっきの気概野良と同じじゃないですか。せめて暴れてる間に誰かに裏取りさせてくださいよ。冗談はその辺にするんじゃなかったの？さて、やはり何とも効率的に思い知らせるにはここが一番か。あん。いいですか皆さん。最前線の指揮は私が取ります。応戦方法は各々にお任せしますが、もしもの時は私の指示に従ってくださいね。なんで私じゃないんだろう。ゆゆこ様、自分が食べ物の話しかしてないって自覚、あります？それでは皆さん、ありていなセリフになってしまいますが、ここであれを、食い止めます。食う？あれ食べられるの？あいつの進行を止める、です。いい加減食べ物から頭離してください。厳しいこと言わねえよ、ヨウムちゃん。そんなことは一切ありません。昨夜、お前らミリアについててなくていいのか？気持ちが不安定な今のあなたは正直邪魔よ。おやリス、そこまではっきり言わなくても。いいのよ、マリサ。私がアリスなら同じことを言っているわ。想像に難くない。だけど今は、あいつを倒すことがお嬢様を守ることと同義。お嬢様に救われたこの命、
お嬢様が取り戻させてくれた数々の思い出。だから私もお嬢様のために。それに、このような時に何もしないようでは、またお嬢様に叱られてしまう。ふん、まったく。お嬢様お嬢様うるさいことね。だったらなおさらそのお嬢様にドーンと叱られるといいわ。アリス。せっかくその大切なお嬢様に取り戻してもらったものならもっと大事になさい。アリス。私もマリサも魔法使い。接近戦はあまり得意ではないの。だから私たちが支援できる距離を保ちなさい。勝手に突っ込まれては援護できないからね。うん。アリス。飛んだ積んだな。うるさいわよマリサ。ただ昨夜がいなくなったらレミリアが何しでかすか分かったものじゃないと思っただけよ。そんなとばっちりを受けるのはごめんなんだからね。はいはい。私にはお嬢様が。でも、ちょっと惚れてしまいそう。ちょっとくらいかな。ほんのちょっと、やっぱあんたも帰れー。いいわねみんな。光栄の引きは私が取ります。随分こだわりますね。矢心さんが結界を張ってくれているとはいえ集中砲火されてはいつか破られるわ。なんとしてもここは死守します。守れるでしょうか。ゆかりさんは霊夢につきっきり。何か考えがあるのは間違いないですが。正直、今のところ正気があるとは言い難いですね。でも、やってやるしかない。か。それにしてもあの方。この前空腹を舐めてた人に雰囲気が似てますね。それってあいつが解き放った影だったんじゃないのか。で、どうなったんだ？決まっているでしょう。食事の邪魔をするやからはし、あるのみです。ちょっと正気が見えてきた気がする。というわけでリザーブをまとめるのは一番元気な私ね。そもそもここは私のテリトリーだし当然といえば当然。そしてここから援護できるのはおそらく長射程を誇る私だけ。あなたたちに出番はないわ。見てみ、この存在の扱いよ。ただ万が一の時に聖殿を守るためには致し方なし。ぐう？結局私はお荷物でしかないのですか。そんなことないって姉さん。ほら、姉さんって防御式なんだから。砦を守るには欠かせない存在なんだから、ね。まだ酔っているのですか一輪。一体どこの世界線の話をしているのです。シジリ殿だけではないぞ。シジリ殿に加えてそこの二人も防御式。そしてエリン殿は回復。回復？そう、回復。まさに鉄壁の要塞である。どの辺が鉄壁？一人寝てますし、私も万全ではないんですよ。ほぼほぼ半壊状態じゃないですか。ふっ、ごめんなさいね二人とも。気を使わせてしまって少しナーバスになっていたようです。いえいえ少しでも元気が出てくれてよかったです。でもね、一輪、これだけは言わせてください。はい。私は防御よりこちらの方が得意です。あの、万全ではないんですよね。ね、力を示すのにうちの備品壊すのやめてもらえる。いえ、座るのにいささか邪魔だったという至って合理的な理由もありまして、あなたを眠らせるという至って合理的な手段もあるのよ。あなたたちいい加減にしなさいよ。今霊夢が寝ているんだから、もっと静かにしなさい。いや、むしろ目が覚めてくれた方がありがたい。ああ。うん、はい。なんだかみんな必死になってるようね。そりゃこの世界がどうこうなるレベルだからね。かぐやも手伝ってやったらどうさ。いやよめんどくさい、ここから動きたくない。だろうな。そういうあなたが行けばいいじゃない。トラップとか誰かを利用するとかならともかく直接前方は無理。今だって万が一の時最も安全な場所を選んでるだけよさ。クズね。お前もな。さあ、挨拶代わりだ。存分に暴れ回るがいい。本編での締めといったら我々鳥類の出番ですね。続きを投稿するまでこちらの画面か動画概要欄から他の動画を見に行って待っててくれると嬉しいです。